ある日、一通のメールが生徒たちに届いた。生徒各位、皆さんお疲れ様です。青霧高校職員室です。以前音玉たまこさんが出演した VTuber おバカグランプリ、その第2回の実施が決定いたしました。難しい漢字を使わないでいただきたい先生。今回は我が校を代表して大城真城さんに出演していただきます。皆さん大城さんを応援しましょう。また前回と同様、事前学力テストが配布されております。せっかくなので大城さんだけでなく全員に受験していただこうと思います。日頃から清く正しく美しくをもとに VTuber 活動している皆さんの実力を試すいいチャンスです。積極的に取り組みましょう。よろしくお願いします。推進、あらかじめ視聴者の皆さんに誰が一番おバカかアンケートを実施しました。詳細は添付画像を参照してください。音玉たまこさん全評判を、何だったっけこれ、この感じ覆す頑張りを期待しています。はぁ、よーいスタート。理科からです。うちの骨の核の中に背骨がある動物を、背骨がある動物を何々動物という。背骨がない動物なんていいの？でも背骨は人間にあるから多分人型動物とか意味がない。卵を産んで仲間を増やす増やし方を、わ、これ分かる気がする。多分まあこういうのってそのまんまなんだよね。象玉とか速さを求める公式を書く。は？何それ、速さを求める公式？前回より難しくなってんな。速さかけるすごさ、すごさ、すごさってどうか、いや、生物界の捕食規制など食べ物とするされる、ん？食べ物とするされるという関係に認められる系列。あー分かるよ、ライオンとシマウマとかでしょ。全然分かんないわ。まあライオン系じゃねえかな。これが食べられる。問題の意味がやっぱり理解できない。する。よし。トーマス・エジソンが発明したことでも有名な電球の中にある電球を通すと光る部分の名前。あ、わかる。こんなやつでしょ。これのこと？電流とか。あっちょかもしれん。これは。これはあっちょかもしれん。よし。次。算数。もう数学じゃないもんね、算数だもん。最近勉強したからな。また1キロ、鉄1キロ、水1キロがあります。ちょっとこれバカにすぎでしょこれは鉄これは舐めてる。綿と鉄と水でしょ。次の二数の関係が成立するように四角に当てはまる不等号を書きなさい。うわ、懐かしい不等号ってなんだっけ。5、多分これだわ。これマイナス5とマイナス3だったらこうだな。1個200円のリンゴと1個100円のバナナがあります。リンゴの数よりもバナナが3個多くなるように買って、リンゴの数よりもバナナの数が3個多くなるように買って、1500円を払ったところ300円のお釣りになりました。ってことは1200円分買ったってことでしょ。買ったバナナの数は何個でしょうか。え、わかんなくね、そんなの。1234567899910111213個多くなるように、バナナは4個、ん ?3 個多くなるように、あ、4個だ、4個。2000円のケーキはクリスマス限定セールで半額で販売されていました。ここからさらに 50% 割引になった時いくらで購入できますか。うわー、パーセント苦手なんだけどね。2000円の半額が2000÷2で1000円か、1000円になりました。1000円から 50% 引くってことは、1000×50% ってことは、5000円になっちゃった。なわけないよね。50% って半分だけ500円じゃね？よし。3リットルの牛乳を毎日2デシリットルずつ飲むと何日で飲み終わりますか？デシリットルってなんだろう？リットルとデシリットルって何が違うの？ちょっとデシリットルわかんないからリットルで考えさせてもらうと、3リットルの牛乳を2リットルずつ飲むと
1日半で飲み終わっちゃうから、1日半でいいか、1日と半日。はい、次、社会。この地図記号なんか万字の進化系出てきちゃった。これは工場だね。工場、知らんけど。戦国武将、戦国三武将である徳川家康を表現した。泣かぬなら泣かせてみせよ、泣かせてみせよ、ホトトギス。わかるわそんな。え、待って、泣くまで待とう、泣くまで待とう、どっちなんだろう。徳川家康って誰だ。泣くまで待とう、でも優しそうだから泣くまで待とうにしよう。待とう。世界三大美女と呼ばれるのはクレオパトラ、オノ、あれ、なんかこれもやってくない、やってないっけ。クレオパトラ、オノコマチ、ヒミコでしょ。マルコポーロがアジア諸国で見した旅行記である東方未見録では、日本のこと〇〇の国地バンク武将、これ難しすぎやろ、絶対誰もわからんやろ。真っ白溶けたんかな。平和の国地バンクでいいわ。まあ平和だしな日本って。国民の三大義務は、難老の義務、教育を受けさせる義務、もう一つは、わかる気がする、これは保険の義務みたいなやつだよね。働く義務、学校に行く義務、病院に行く義務みたいな感じ。個体を守る義務とかだ、多分。まあ似たようなもんでしょ。この辺。あ、勉強してたら眠たくなってくるんだよな、マジで。うわ、英語はわからんけん飛ばそう。なるか。ここに当てはまる言葉を書きなさい。卵、卵性とかじゃなかったっけ。卵性とかじゃない、速さを求める公式、道のり割る時間、道のり割る、待って、違うか、これはさ算数だわ。道のり割る時間って算数じゃん。見恥じゃないんだよきっと。これだってこれで見恥だったらどうしよう。待って、これは後でやろう。もう分かんないからもういいや。分かんないからいいや。私本当に算数が苦手でして、次の二数の関係が成立するように不等号を書きなさい。ここをこうでしょ。普通に不等号を書けばいいんだもんね。3リットルの牛乳を毎日2デシリットルずつ飲むと、3リットルを2デシリットル、3200で割ればいいかな。15日かな。終わり。この地図記号はどこを表してるでしょうか。工場って太陽だけだった気がする。工場地帯とか工業地帯かな。工業地帯ってなると工場がいっぱいあるとこじゃん。なんで私こんなの忘れちゃったの。世界三大美女と呼ばれるのはクレオパトラ、オノノコマチ、あと一人は楊貴妃。うわ、楊貴妃の木忘れた。あ、貴婦人の木か。楊貴妃。国民の三大義務は、勤労の義務、教育を受けさせる義務、もう一つは何。健康で最低限度の、健康で文化的な最低限度の生活。だった気がする。公民とか現社でやった気がする。括弧に当てはまる言葉を書きなさい。脊椎動物じゃないのこれ。脊椎動物、生物界の捕食、寄生など食べ物とする、されるという関係に認められる系列は何というか。食物連鎖ってこと？連鎖の差ってなんだっけ？こうだっけ？2000円のケーキがクリスマス限定セールで半額で販売されていました。ここからさらに 50% 割引になった時、いくらで購入できますか？ 2000 円の半分でしょ？ 2000 円の半分は1000円でしょ？で、そっからのさらに5割引きってことは500円だよ。500円。丸に入る言葉を書きなさい。泣くまで待とう、ホトトギスじゃなかったっけ。確か、こいつ確か我慢強いタイプじゃなかったっけ。待とう、ホトトギス。
マルコポーロがアジア諸国で見聞した旅行記である東方見聞録では日本のことを〇〇の国ジパングと紹介されていました。これは誰でもわかるよ。黄金の国だ、黄金の国。国民の三大義務は勤労の義務、教育を受けさせる義務、もう一つは何？なんだっけ、勤労、教育。あー、やばい、衣食住、衣食住。ちょっと待って。あ、お金を納めるじゃない？お金を納める義務だよ。お金を、納める。いや、こりゃひでえ。タコに当てはまる言葉を書きなさい。は？タコが骨がないから、軟体動物だから、軟体動物の反対。え？待って、ちょっと何年ぶりこれ。この感覚何年ぶり？待って。逆軟体動物。OK。タコに当てはまる言葉を書きなさい。え？ニワトリとウミガメとカマキリしか出てこない。あ、分かった分かった。有精卵。OK。速さを求めて公式を書きなさい。いや、わかんない。速さなんて、むしろ、なんか人生で求めたことねえし、自分の意思で。待って、底辺かける高さ俺にしか出てこない。それ速さじゃないし、走力、かける。もうやだ。風、かける。なんだろう。あ、地面、OK。はい。次算数です。あ、麺1キロ、鉄1キロ、水1キロがあります。重いのはどれ？むしろウォーターサーバー実家にあったんですけど、で1個のその1パックが2キロぐらいあって、で水はね案外持てたんすよ。だから水は絶対違う。で鉄はなんかありきたりだから、なんか絶対これ一般の人に答えさせたらみんな鉄って言うと思うんで、むしろあえてここはこっちでいきます。オッケーです。四角に当てはまる不等号を書きなさい。不等号って何？あ、なんか、かけるとか、あれか？かけるだの、割るだの、そういう、あれか？待って、やだー。たまこ先輩みたいになりたくないよー。二数の関係ってなんだよ。マジでわからん。え、マジでわかんないんだけど。くそ。めちゃくちゃ硬いよー。